1945年3月27日にアメリカ軍が上陸した渡嘉敷島。翌日、山中で住民たちは混乱の中、手榴弾を自ら爆発させるなどして、およそ330人が命を落としました。集団自決があった西山では今日、4年ぶりの慰霊祭が開かれ、遺族など100人以上が参列しました。寺間の集団自決について何か証言してきた者にとってね、非常に嬉しいことです。またあのね、鉄の暴風がやってくるのかというようなね、正直不安があるね。これは孫にあんな体験は絶対させていかんと。寂しく思いますね。やっぱあの寂しいというよりは、当時のもこの記憶を持った人はいけないから、こっちに来ても話そうともあまり話せないし、日本の軍の人たちがそういう集団自決をしろって言ってて、今にはもう絶対にありえないなって思って、怖いです。残ってほしくないです、この時代に。慰霊祭には地域の小中学校の児童生徒も参列し、全校生徒で折った千羽鶴などを備え、平和とはみんなが笑顔でいること、みんなが自由でいることとメッセージを読み上げ、平和への思いを新たにしていました。